じゃこんにちは、豊さん。こう喋れるのいいね。いいですね。ちょっとやり方を変えてみてこういった感じにしてみましたけど。まあね、はいはい、うん、まあ見え方も、まあ、あんまり違和感ないと思うけどね。今こうやってね、リモート、家でリモートで飲み会をしたりとか会話したりとかっていうのが増えていて、なぜかというと、はい、やっぱり自宅で一人暮らしの方とかは喋り相手がいないから、もうじっと黙ってるか、もしくは一人なんか独り言が増えたとか、ブツ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 つぶやくのが増えた人が増えてるみたいなんですけれども、はい、まあ、つぶやくとか独り言といえば役会でもブツブツつぶやくってありません、はい、うん、まあ特にやっぱり言われてるのがキャッチャーだよな。ですよね。キャッチャーの独り言とかさ、はい、まあ、そういうのはブツ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 言ってるよね。あれは本当にブツブツ言ってるんですか？言ってる言ってる。まあね、キャッチャーによって、はい、やっぱいろいろタイプがあるよね。うんうん。で、なんて言うんだろう、その山倉さんは、森藤の好きな山倉さんは、なんか本当にブツブツ言ってるというか、バッターに対して言わないんだけど、その投げてるピッチャーに対してブツブツ言ってたよね。ああ、もっとなんか どこに、ね、構えてる、ここに来いよとか、そういうことですか、まあ、とか、こいつの球受けにくいな、本当にとか、どう調子悪い、こいつ調子良くねえなとか言いながら投げてるんだよ。それ聞こえてますか？いや、聞こえるように言うんだよね、多分。ああ。だからそれが一つの、まあ、戦法ではあったかなっていうふうには思うんだけど、はい。まあその中でやっぱ達川さんはやっぱつぶやきというか、うん、まあ、とにかくまあブツブツ言う、ブツブツ言うし、うん、で一回こういうことがあったの。大野さんが投げてて、はい、ランナーサードで俺が外野フライで1点っていう場面の時に、はい、ランナーセカンドだ、セカンドでね、でスライダーがワンバウンドして後ろに後逸したんだよ、うんうん、でもう本当にあんな球投げ上がってとか言いながら、次スライダー来ないと思うじゃん、大体もうワンバウンドしたら1点だから、はい、でもスライダー投げてきてストライク取ったんだよね。おー、でほら豊かとか言って話しかけてきて、わしゃなそんな単純なリードはせんのじゃとか。それわざとですか？いや、それはやっぱこうバッターの心理だよね。だからスライダーでワンバウンドして進塁させてるから、うん、ランナーサードというシチュエーションで大事な場面になって、もう一つのワイルドピッチが1点になるじゃない、はい、でその時もスライダーを要求してきたとかさ、うん、まあ、そういうことはなんかこう自分誇らしげに喋ってたけどね。そういう単純なリードはせんのじゃとか言いながら。そういう時バッターボックスに立ってる豊さんは達川さんに何か言うんですか？さすがですねって。おだてと、はい、逆におだて、おだてると喧嘩になんないから、はい、乗らなくていいから、ああすごいですねって言っとけば、すごいねって言われた方は反論はないわけじゃない。うんうん、だからもうそのままね、何事もなくという、うん、まあ、で一回さ、はい、ミーティングでね、達川さんのそのささやきに乗るなって言ってたの、みんな、はい、コーチが、うん、だから今日は全員で無視しようって挨拶しても、はい、何されても話しかけられても絶対口聞くなと、うんうん、口聞いたやつは罰金だっていうようなことで、おで川口だったのよ、ピッチャーが、もう忘れもしない、はい、試合が始まってもう誰も一人も挨拶しないわけ俺が3番打ってる時にさ、1打席目、やっぱ話しかけてくるんだよ、うん、だからなんか様子がおかしいの言ってだから今屋敷とかその、ま、高橋、その時は正弘かな、打ってる時に、うん、あいつら挨拶しても挨拶返してけへんじゃんかとか言って、うん、豊かなんかあったんか言うから、俺も無視してたわけ、はい、どうも様子がおかしいのとか言って、うん、もうイライラしだしてるわけよ、達川さんはね。狙いだったんだ、こっちの狙いだったんだけど、はい、さすがに、うん、2打席ぐらいになって、うん、やっぱ人としてやっぱ挨拶もしないのどうなのかなと思って、
なんかどうなっとんじゃーとか言って、もうカリカリマックスなわけ、夏川さんが。もうずっとじゃあ一人ごと言ってるわけですね、これ一体どうなってんだと。うん、ってもう夏川さんもう分かってるでしょって、うん、分かっとるわって、うん、全員が虫やろわしはみたいな。でもね、それからの辰川さんは見事だった。えっ、あんま話さなかったらええから言って、うん、もうとにかく川口が調子悪かったんだけど、うん、はい、もうとにかく追い込まれるまでまっすぐまっすぐ、もうノーサインじゃとか言って、ノーサイン、いやもう追い込まれるまで、追い込むまでまっすぐ来いって言ってたらしいよ。あ、もうそれ1本で、はい、一本で、でファールでもあるんじゃけ、うん、来い言って、で全く辰川さんもテンポ上げてさ、あの川口の、うん、でも全く辰川さんも話さなくなった、もうシーンとしちゃって、うん、シーンとしちゃって、結局その試合はどっち勝ったんですか。負けた、俺が。いやもう川口が立ち直ってったんだ、逆に火つけちゃったんですね。逆に辰川さんイライラさせてよくなかった。あー、逆効果。うん、逆効果だったな。でもまあそういう辰川さんの特徴みたいなのあったよね。だからチーム単位で喋ると相手のペースになる。うん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 。で古田は全く喋らなかったよ。だってノブさんのシェイコって古田さんじゃないですか。でノブさんってすごくね、ぼやいてたっていうのをキャッチャーで。そうそう、いやだけど印象残ってるのは、はい、あんまり喋らないということ。へー、喋らないけど、はい、よく見られてるっていうふうに思う。ああ、目線は感じるわけですね、ちょっと。例えば俺らの動きをすごくよく見てるっていうことはあった。それってどういうとこで感じました。やっぱ視線だよね。あ、どこを見てるんですかね。その投げた1球見逃した時のこう動作とか、何をこの位置とは待ってるのかなとか。うん、だからそういうので洞察してるっていうことは確かにある。そうなんですね。ああ、だから谷重もあんまり喋ってないと思うよ。ああ、独り言あんまり言わないんですね。だから最近、まあ、例えばデーブとか、はい、まあ、あの1月に出てもらった村田とか、うんうん、ああいうのはなんかちょこちょこっと喋りかけてくるけど、うん、そんなに多くは喋ってない。あー、そうなんだ。じゃあ本当にもう喋る、この人よく喋るのだなって言ったのはやっぱ辰川さんがナンバーワンで、次山倉さん。で俺がパ・リーグ行った時にさ、はい、あるキャッチャーに次のボール絶対避けてくれって言うわけ。はい、山倉さん、次のボールは絶対避けてくれと。はい、何？ユダさん、ちょっと画像が乱れちゃった。はい、画像乱れた。大丈夫？酔っ払いみたいになってました、ユダさんが今。あ、そう。いやいや、次のボールは絶対避けてくれと、パリーグで。あ、絶対避けてくれって言うから、うん、え、なんでって聞いたら、うん、いや、もうとにかく俺を信じて避けてくれと、うん、もうここら辺に来たんだよ。お、怖い。避けた。はい、打つ気もなく、うん、え、どういうことって言ったら、うん、やっぱ胸元に攻めろっていうサインがあったらしいんだよ、ベンチから、うんうん、だから万が一当たるかもわからないから、うんうん、避けてくれっていう、すごいいいキャッチャーもいたけどね、教えてくれ。それどこのチームだったんですか。それ言えないですよ、なかなか。言えないですか、もう時効ですけどね。まあ西のチームだよ。ああ、西と東屋根が西なんですね。チームね。あ、まあそういう、俺らの時代って激しかったからね、うん、でもそうやって危険を回避してくれるようなキャッチャーもいたよね、うん、最近ってそういう独り言とかつぶやくキャッチャーって少ないんですかね。いや、少ないと思うよ。いないのかな。ああ、あんまりもう黙々とやってるのよ。まあ例えば挨拶したりだとかさ、そういうのはあっても、うん、その配球に対してとか一球に対して投じる前に相手の心理をこう探るとかさ、うん、そういうことはあんまりないかな。でもその辰川さんだったりとかって独り言ってのはもう性格なんですか。誰かから教えられたとかではなくて。まあ辰川さんとは、うん、実は大学時代に、はい、辰川さんが4年で俺1年で、はい、やっぱ対戦してるから。あ、
んですね。だからすごく可愛がってくれたし、うん、ブツブツも言ってくれたよ。あ、もうその時から。その時から正確だ。じゃあだがここで一本打つのと打たんのじゃ500万違うからのとかさ、もう余計なこと言うなよっていうのはあったよ、よくたくさん。でも実際その通りだからさ。まあそうですよね。でもそれって達川さんは意図的に独り言を言ってたわけじゃなくて、もう性格上ってことなんですかね。意図的に言ってるよ。あ、もうそこ、あ、半分は意図的に。意図的に言ってるし、その言葉に対しての反応とかも見てるよね。うん、ああ、そう考えるとやっぱりすごく頭のいいキャッチャーっていうことですよね。達川さんの記録知ってる？え、何ですか？甲子園で優勝するまで、はい。一回もスクイズを決められてないという、高校時代ね。あ、すごい。全部見抜いたらしいよ。すごいですね。すごいでしょ。はい、あ、あ、やっぱ達川さんすごいんだ。うん、まあ達川さんの話は中心になったけど、はい。やっぱこうキャッチャーの、うん、まあ洞察力だとか、うん、いろんなことはすごく大切だなというふうに思うよね。うん、座って次のサイン何を出そうかなって言った時に、うん、キャッチャーを見てるとバッターをこうじーっとこうやって見てるよね。こうやって足元とか、あ、どういう構えをしてるとか、どういう構えをしてんのかとか、うん、どういうこいつ心理状態でいるのかとか、もういろいろ見てるよね。だからその技術面だけじゃなくて、キャッチャーっていうのはその精神的な駆け引きとかそういうものもできないと相手の心理を読むとか務まらないポジションでもありますね。そうだね。もちろんそうだよ。あ、確かにキャッチャー見てますもんね、ちょっと見上げてバッターのこと。そうだね。だから早く開幕してね、うん、まあそういう姿も見てみたいけどね。そうですね。今度はちょっとその各キャッチャーのこう目線とか視線なんかもね、こうちょっと注目して開幕したら見ていきたいですね。そうだね。はい、はい。